バーズはアメリカ合衆国のロックバンドである。1964年にロサンゼルスでロジャー・マッキン、ジーン・クラーク、デビッド・クロスビーによって結成され、その後すぐにベーシストのクリス・ヒルマンとドラマーのマイケル・クラークが加入した。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第45位。バーズは 1960年代から1970年代前半のフォークロックのジャンルでは特に著名なグループだった。ボブ・ディランがエレクトリックギターを持ち、ポール・バターフィールド・ブルースバンドを伴ってステージに立ち、フォークとブルースにロックの融合を示唆する一方で、フォークリバイバル運動の若者はジャグバンドなどに親しむ一方を、ビートルズや1966年以降のザ・ビーチ、 ボーイズに注目し、フォークをロック風に演奏する作語の中、バーズはヒット曲ミスター・ Mr. タンブリンマンでフォークロックの概念を確立させた。21世紀に入ってこのバンドに関して、ビートルズとボブ・デランの中間という表現がよく見受けられるが、フォークミュージックの温かな雰囲気とロックンロールのリズム感と豊かなハーモニーを融合させた独特のサウンドが持ち味であった。 1965年にボブ・ディランの作ったミスター・タンブリン・マンデデビュー。ついで、旧約聖書のコヘレトの言葉3章をもとに曲をつけたピート・シーガーのターン、ターン、ターンが発売されたが、これら2曲はバーズのシンボル的な曲となった。バンドは1964年にロサンゼルスで結成され、それぞれソロフォーク歌手やフォークグループに参加し、 コーヒーハウスやトルバドールクラブ、ウィスキーやゴーゴーといったライブスポットで演奏活動し、ビートルズの影響でバンド結成を思い立ち集結した。地元のエレクトラレコードからザビーフィターズ名義でシングル制作で録音、ジム・ディクソンに注目されデモテープを制作している。1966年初頭にはジーン・クラークが脱退3月14日当時の サイケデリックムーブメントを先取りした先進的な楽曲エイト・マイルズハイが発表される。この曲は世界初のサイケデリックロックとする見方もある。ロジャー・マッキンの12弦ギターの奏でるうねるような不協和音的イントロはジョン・コルトレインの影響を多分に感じさせる。また、ラビシャン・カールなどのインド音楽からの影響もあったことであろう。この作品のインパクトは大きく いくつかのラジオ局がドラッグ体験を連想させるとの理由で放送禁止にした。後のビートルズのリボルバーなどの作風に大きな影響を与えている。ロジャー・マッキンの12弦ギターはジョージ・ハリスンの影響が最も強い。本人もビデオなどで述べている。1967年2月アルバム昨日よりも若くを発表。 コンセプトアルバムでは先駆的作品の一つだった。ロックンロールスターではヒューマ・セケラが参加。評価が分かれた前作アルバム、霧の5次元以降、マッキンの独裁へ主にクロスビーが反発を強め、メンバー間それぞれの不発歴へ発展していた。荒れるメンバー間の関係に、折からのヒッピーカルチャーで浮かれる音楽ファンと、ロックスターを担ぐ音楽ビジネス業界を皮肉り、 受け入れられない創作意欲への批判を嘆く遠征的な干渉を込めた社会風刺的な内容だった。前作で行ったサイケデリックな楽曲アレンジのセンクは流行になり関連する実験的音楽、音響効果を最小限に止めフォークロックスタイルに立ち返ったが試作的な詩などは受け入れられずほどなくビートルズのサイケデリック作品。 サージェント・ペパーズ・ロンディ・ハーツ・クラブバンドが話題をさらい、脚光を浴びる機会を一した。ナウテのバード兄弟は1968年1月15日に発売された。先行して1967年10月20日発売されたシングル、ゴーインバックは、ジェリー・ゴフィンとキャロル・キングの作品ですでに、ダスティ・スプリングフィールドが1966年7月発表した楽曲で、 完成が遅れていた、ナウテのバード兄弟へ臨時処置の発売だった。アルバム録音はメンバー間の確室から6月から12月の長期間にわたって収録され、クロスビーは自作曲トライアドをめぐって孤立し楽曲制作の遅れから完成の目途が立たない新作アルバムに、バツナギとしてこのゴー i n g Back でシングル発表することをレーベル側から提案された。 一度はバンドとして拒絶し、説得に応じスタジオ入りしたのは発売の11日前だった。その後、ゴーインバックはアルバムへの採用が決まりクロスビーは前後して脱退、楽曲不足にジーン・クラークが招聘され一時的に復帰した。バンドの協調結束力は崩れ、末ンのワンマン体制化メンバーチェンジにつながった。グラムパーソンズが唯一参加した。 ロデオの恋人はナッシュビルで録音されサイケデリックな作風から一転カントリーの要素が色濃く反映されているアルバム発表後グラムパーソンズはクリス・ヒルマンと共に合体しオリジナルメンバーはロジャー・マッキンただ一人になったその後はクラレンス・ホワイトのギターをはじめ高い演奏能力でカントリーロックを聴かせるライブバンドとして定着するが新曲や チャートアクションとは無縁の状況で、惰性的な活動に陥り、マッキンは、ソロ活動で打開を構想し、活動を非公式に休止した。1973年に、突然、オリジナルメンバーで再編し、アサイラムレコードからアルバムを発表し、新作記念のライブ活動を短期間に行ったが、同年中に解散した。1991年には、ロックの殿堂入りを果たした。 脱退したメンバーのその後は、ジーン・クラークは、ソロ活動、デビット・クロスビーは、クロスビー、スティルス、ナッシュヤング、クリス・ヒルマンは、グラム・パーソンズと共にフライング・ブリトー・ブラザーズを、結成している。ありがとうございます。